おはようございます。おはようございます。今日はご参加いただきましてありがとうございます。はい、こんにちは。初めてお会いする方もいらっしゃいますので、僕はここの民団の事務局長の清三郎と申します。よろしくお願いします。今日はですね、今日から明日明後日まで民団がコリアフェスティバル、表にその看板を見ていただいたと思うんですが、あれがやっと今日今朝届いたものだからバタバタ買って、で一応コリアフェスティバル一環としては1回はですね、1回ずれてもらいます。凶暴なんだけど、でそれのオリジナル靴を販売を設けてありまして、あと2回ここは歴史勉強会とか料理教室、あと3回はですね、子供たちの絵ですけど、韓国の子供たちの絵と、あと北朝鮮の子供たちの絵、あと中国の、吉連省の方の、子供たちの絵、そして日本の在日、そして日本の子供たちの絵を3階に展示しておりますので、後ほど見てください。また3階の方は BTS の東進班のその例の記念写真が撮れるようにしてありますので、よかったらそれも撮っていって孫に見せていただくとコミュニケーションが取れるかと思いますので、よろしくお願いします。それはまず今日は最初の、勉強会として、大体先生のことはこれでいいかと思いますので、チョル先生に今から安順軍自身につきまして講演をお願いしたいと思います。安順軍とは毎月ね、うちは毎月こう月1回ここで勉強会をやっておるんですよ。で先生ではよろしくお願いします。自己紹介を書いてください。